視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。リクエストの際、ステージ名だけでストーリー名を明記してない方しかいません。囲碁検索が面倒と判断したら放っておきます。では今回のリクエスト、脆弱性と弱酸性、悪夢からの覚醒、無課金とお色気キャラで攻略します。取り置きの動画を片付けていきます。最初に無課金を簡単に説明させていただき、その後はリクエストをくださった方の望みを叶えます。そうなのか。ではゴー。にゃんコンボは進撃のチビ猫。移動速度上げる意味あるのか。簡単に説明いたしますと、出撃数を利用した攻略方法です。敵が8体出ているとブンブンは出てこれないのを利用します。でもそれってこの前のアップデートでできなくなったんじゃないのか。そのアップデートにもまだ抜け目があったんですよ。ちなみに今は使えません。チビゴムという弱いキャラで城に栓をして敵を城に閉じ込めて定員数を貯めます。そしてここからが肝。城の体力が 99% を超えると衝撃波と共にブンブンが出てくるわけですが、城の体力をチビゴムだけで 98% 以下まで下げます。随分極端だな。そうすることによって衝撃波とブンブンが出ない状態で敵を閉じ込めたまま攻略できます。そして注意事項その2、98% を切ったとチビライオンかライオンで攻撃してください。単体攻撃で効率のいい戦い方をしないとやっぱり衝撃波が来ます。ではブンブンが出ないので倍速で終わらせます。城の体力の数字をよく見てライオンを出していきます。そうすることでブンブンは封殺できます。もうできない裏技ですが、こうすれば簡単に攻略できたという証明です。続きましてあなたが望んだであろう編成で攻略します。今度はブンブン4体とガチバトルです。ガオウとミタマは使わないので大変時間がかかりました。なぜそこまで？視聴者様のニーズに応えるためでしょうか。ではゴー。1ページは壁4枚と向き足。本番まで倍速します。まあアイテムなしだと攻略に時間がかかるわけですよ。特に今回欲望を満たしてあげるための動画となると、それが縛りになるわけです。それってお前の勘違いじゃないのか。いいえ、好きなキャラでいいと言って縛りを設けなかったのは、つまり私に罪をなすりつけるための口実。ちゃんとわかってますよ。ギャラクシーギャルズで2ページ目を固めたんだな。カッパーマインと飯豚の貝がレベル20いってませんが、星3だったらこれでもいけるでしょう。いや星3は今の最終ステージだぜ。飯豚の貝のレベルを上げて第3形態にしておきたかったんですが、いつ好みのキャラの第3形態が来るかわからないので放っておきます。あとしばらくしたらブンブン4体になるが、対策は大丈夫か。壁を出しつつ向き足を出して全体攻撃、にゃんこ砲とかで時間を稼いでダメージを与えます。ギャルズの第3形態って食うとサンジアだけだな。第3形態にしたらギャルズは化けますが、私といたしましてはミタマあたりに第3来てほしいんですよ。ブンブン無視してていいのか。パラサイトが一番厄介ですが、エイリアンに強いキャラはいません。でもそんな状況で勝ってこそ意味があります。ブンブン4体相手に勝てるのか。当然勝ちに行くスタイルで編成したわけではないので苦戦します。見どころまで倍速します。今回の縛りは視聴者様のニーズに合わせたため本当に苦戦しています。本来なら2ページ目は何にする気だったんだ。ガオウ、ミタマ、メガロ、デイダラ、あと気まぐれ。さあ君の待ち望んでいたアップにするよ。満足いただけたかな？本当にリクエストしてきたのか。私のプロファイリングに間違いはないよ。そうなのかな。さあ心ゆくまで堪能してください。危ない位置だが、ブラックブンブンだけだから楽勝だな。さあ倒しました。ここからはアップのままスクロールするので、満足以上に満足してください。意味わかんねえよ。さあ可愛子ちゃんの鑑賞会はまだまだ続きます。ゴムが城を叩き出したので攻撃はもうすでに始まっています。第3形態になったサンディアは赤い敵以外でも強いです。クーとインディにも頑張ってもらいましょう。もうブンブンは出ないので、壁役をある程度出したら攻撃ユニットを出していきます。
あとは放っておいてもいいのですが倍速はしません。ああ、私は今一人の視聴者さんを幸せにしている。なんて心温まることしているのでしょう。本当にそうか。デハートは黙ってことの成り行きを見守りましょう。勝利ー。デハ、この後予告で新しいストーリーの説明をさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。ではスタート。次回予告。外は怖い。でも、一人は寂しい。どうすればいいの？それなら、ニャーたちと来るかな？誰？未来の公衆よ。ニャーたちと冒険に、出発ニャー。いきなり変な猫に連れ出され。僕の、いや僕たちの冒険が始まった。ニャンコ大戦争非公式外伝、猟獣顔の冒険、定期更新、乞うご期待。飛び出した僕は、信じられない戦いに巻き込まれる。巻き込んだんじゃなくこれは楽しい。冒険ニャー。奇妙な猫たちはニャンコ軍団と名乗り、世界を真っ赤に染める。うわーん。僕大変なことに、巻き込まれたんじゃないの。いいかニャー。これからちょっと危ない橋を渡って、仲間をゲットして強くなるにゃー。ちなみに今やっているグリーン大陸、あ、山椒ね。ここを攻略したら次は大脱走してもらうにゃー。ちょっと、あそこってウルルンっていう怖いお姉さんのいる、ステージじゃないの。そうにゃー。僕じゃ勝てないよ。安心するにゃー。そのためににゃーたちがついてきてるにゃー。理由になってないよ。これは僕が猟獣から。公衆になるまでのお話。まさか、まさかだよな。あんなことや、こんなことしないよね。ふっふっふ、すべてはニャーに任れるニャー。任せるんじゃなくて任れるの。寂しかった日常は一転、どうしてこうなったの。ニャーはっはっは、素晴らしい。お願いだから、僕を助けて。もったいも大きくなりましたな。私はこの日それだけ待ち望んだことか。子供だからって甘やかさないにゃー。これからはニャンコ軍団の一員となって、尻滅裂なことをするんだなー。ああ、やっぱり、素晴らしい。いつか絶対、こんな集団から、抜け出してやるー。